おお。柏木さん、キリュウ、錦、お前大丈夫だったのか。おいマジかよ、よく殺されなかったな。なんとかな。だがこれで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか。それじゃあおやっさんももう大丈夫ってことか。おやっさんのことはまだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り、堂島組はおやっさんに責任かぶせる気だ。なんでだよ。お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。堂島の大門が外れた以上、こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだな、わかった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は登場会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。俺何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ、錦。きっちり筋は通す。筋って、お前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞かせてくれ。わかった。じゃあ後でな。
俺だ、キリュウ。入るぞ。ビールしかねえぞ。分かってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一粒を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。殺に目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな、東光クレジットの社長さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つぼにおびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカ何だってやるさ。てめえの身を守るためだ。正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。他のやり方？いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか？あ？立花不動産？組を抜けた後、その橘って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て、キリュウ。俺知ってるぞ、この橘不動産。奴ら殻の一粒にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ？橘不動産は町に事務所構えてるようなまっとうな会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、神室町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今神室町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はその神室町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける？どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日もたずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ、空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ東上界のケツ持ちと勝ち合おうが、お構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってるけど、その中でも立花不動産は札付きだ。東上界本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか、橘の腹が読めねえ。なら明
少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べるのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わるな。桐生、組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。
族行く借りが欲しくて。ごめんなさい。電話するよ。何？ああ。
おい。はい。おい。何？
Yeah.
何？おい。いや。何？ああ。ん？はあ。うん。
おい。お。
虫の居所が悪いんでな。なんだ。このバカ。許してくれ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。Oh, yeah.
いや。
一人でどうよ。お前死ぬぞこれ。何なんだ。おい。ああ。なに？はあ、おい。え？ああ。お？いや。いや。何？何？
ああ。